はい、皆さんこんばんは。3月19日月曜日、しゃべくりまっしろ第386回の時間がやってまいりました。今日のまっしろはですね、朝からですねちょっと曇り空だったんですが、日中はですね暖かい気候になりました。そろそろ花が咲く時期っていう形のまっしろでございます。さて今日のゲストをご紹介いたしますけれども、松原センターに近くにある、お金を扱う専門店っていうんでね、まあ、これはあれですね、銀行さんという形になります。長野信用金庫松代支店次長さんの山内圭一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず最初にですね、松原センターの近くにありますよっていうので、ちょっと地図ありしますね。はい、私らここに今、放送している松原テレビ局置いてあるんですけど、ね、松原センターそのちょっと北側にありますね。ここが新金さんのお店っていう形になります。でね、今朝ちょっと撮ってきました。はい、ここがね私どもの伊勢町っていう通りですね。そのこちら側に私どもいるんですけども、これがお店の前景っていうかね形になりますんで、ちょっと見ていただければね。はい、こんな形です。ちょっとモダンな建物っていう、で奥入ってくと大きな駐車場がありますよという形でございます。はい、それとですね、今回こういった事業報告みたいなものがちょっとお借りしてきましたね。こういった形でですね、少し厚めのやつですね、こういう形で、ありますけれど、なんかちょっと開いてみますとね、こういうね、新金の活動は広がってますよみたいな形でいろいろとやってます。はい、でこちらに来ますとね、これは何、信用金庫の経営の基本っていうのでちょっとアップしてもらうと、こういう形、はい、出てます。はい、そんな形でございます。で今日はですね、町ゼミっていう形で、まあ、商店街連合会の中でですね、こういう形で、真っ白には真っ白、まあ、新金さん、それから健信さん、八十二銀行さんという形でですねありますけれど、今回、あれですね、新金さんが当番っていう形になりましたね。当番の年になりました。はい、でそんな形でですね、これはもう町ゼミっていうんでプロが教えるという形の お話なんですが、こういった形ですね、これ見ていただきたい、かっこいいお札の教え方、数え方教えますっていうのでね、これも山口次長さんにちょっと教えていただこうかなという形 で前回これ募集かけて、あれですね、2月の19日やられたんですけど、はい、1時間ぐらいのあれでどなたでも OK ですよって、はい、定員10名でしたけど何人ぐらいいらしたですか。はい、11名お見えになられました。あ、そうですか。はい、男女比はどんな感じですか。女性が多めでしたね。多めでした。はい、年齢的には、年齢的にはそうですね、30代後半から50代ぐらいまでの皆さんを見られました。ご商売やってらっしゃる方だったり、そっかそっか、あとはそれこそかっこいいお札の数え方ってどんなんだろうっていうご興味をお持ちいただいた方もお見えになりました。私と同じですね。なるほどね。で実際にあれですね、はい、これからやってみていただくような形なんですけど、はい、ちょっとまあ実際に時間が少ないのであれなんですけれど、はい、今回ですねちょっと面白いので、お札、ね、はい、これで10万円これが、100万円あります。あ、100万円か。模擬紙幣ですね。あ、模擬紙幣でね。はい、はい、じゃあこれを実際に、はい、いいね、これ本当に実際のお金でもお金に見えますもんね。ちょっとね、見本って書いて、練習用か、はい、練習用って書いてあります。はい、はい、で実際にですねこれ練習用のあれとちょっと比べてみました。お札これちょっと見ていただくとどうでしょうね。1万円札とこの練習用って大体同じぐらいの大きさなんですね。なんかねお札の方が大きいような気がするんだけど、実際こうやって比べてみるとね、ちょっと同じだという形です。はい、で面白いことにですね、私の町歩きセンターにあるカラーコピーでコピーを取ってみました。そしたら何も写ってませんっていう形で、これもねちょっと実験してみました。次長さんに、はい、やってもダメですよって言うんだけど、いや本当かな、昔はなんかね OK だったので、今回やってみるかなと思ってやってみましたらね、真っ白で全然使い物になりませんでした。はい、そういう実験ができますね。はい、できればねそういう実際にできるかなっていうテストをしてみましたね。
はい、そんな形です。でね、ちょっとね、次長さん立っていただいていいですか。はい。ね、あの背丈が全然違うのでね、ちょっと立っていただく、身長どのぐらいあるですか。189です、ね。189。はい。あ、じゃあ19センチ違いますね。はい。そんな形で、まあありがとうございます。はい。さてじゃ あの早速ですけれど、はい、この間やっていただいたの一通りご説明いただけますか。そうですね、はい、当日は私どもの支店長の西山が、はい、講師となりまして、はい、外回りの職員あと内勤の職員もう1名ずつ3人で、はい、当日着きまして、はい、この模擬紙幣を使いまして、はい、お札の数え方我々は札勘というふうに申し上げるんですが、うん、その札勘の仕方を覚えていただくというふうにやってみました、はい、もうあの当日この模擬紙幣とですね、うん、このネクールというんですがこの手につけるクリームのようなものを皆さんにお配り申し上げまして、うん、で数えていただくようにしました。で、まあ、やり方といえば我々いつもやってるのはこう皆さんがよく言うようなこう横に広げるのではなくてですねこう手をこう割りまして、うん、これ縦に持ちまして、うん、でもすんなりこういっちゃうね私できないよやっぱり慣れだね。このように丸めます、うん、でこう一枚一枚数えていくっていうのを皆さんにこう指で親指で下ろして、薬指で弾く親指で下ろして薬指で弾くというのを繰り返すのを我々のやってでこう数えてきまして最後の1枚になりましたら、うん、きちんと最後の1枚だよっていう音を確認するのを皆さんにもう一回あの再度このやり方こう手をこういうふうにやってはい、はいはいこの真ん中ですね、うん、あちょっとあそこの見ながら、はい、中指と、薬指の真ん中にこう縦に刺します、うん、でこう縦に刺したものを斜めにして、うん、こうここが広がるようにしてこの端っこ広がるようにして、うんうん、親指で一枚一枚下に数えていきます。あ綺麗だね。そうですね。うん、これいいねこの音がいいね。まあ音も含めてだからこのかっこいいお札の数え方ということで今回講義をいたした次第です。あそうですか、はい。なるほどね。で実際にやってみてどうですか。そうですね、いろいろアンケート当日のアンケートでは、うんこうやってもう今日から使ってみたい今日から商売でやってみたいという方もおられましたし、うん、あじゃあ100万円商売やってるな、全然素晴らしいね、全然使えなかったけども、面白かった楽しくっていうことで当日はうちの支店長の方で別のお金の知識ですとかね、うんうん、そういった予備知識みたいなものもさせていただいて皆さんに楽しくお過ごしいただくことができたようです、うん、なるほどね、これも100万円っていうことだよね、はい、でも実際これ100万円でやった時にまあ、今こうやってここをこうやって入れて、はい、あ違うなこうか、はい、それでこうやるね、はい、で、ちょっとずらさなきゃいけないですね、そうですね、でずらして1枚ずつこう、はい、送っていく感じです、薬指手はこう薬指で送っていく、薬指で送っていく、はい、うん、なるほどね、でも私はこうやってやってるパチッて音しないねやっぱりダメだね、小銭扱いじゃダメだねうん、我々もね皆さんの命の次に大事なお金をねお預かりするという意味で責任持ってプロとして仕事をしておりますので、それを皆さんにご理解いただければと思いまして今回これやったとか、まあ、練習よっておっしゃったけど、はい、入校っていうかね、はい、新しい新人で入った時って、どういう形で、そうですね、2週間ほど研修がありまして、うん、その研修の中で、うん、この模擬紙幣を使った札勘ですとか、うん、あとはそろばんのなんかと一緒にですね、うん、一丁前になるまでにやります、うん、で今度は実際の現場に出ても、はい、外回り回るようになる前に、うん、じゃあちょっとちゃんとできるようになるかなっていうことを毎朝やったりしている職員もおります、うん、ああなるほどね、100万円もらってってさどうする、ちょっとずらしちゃったとかパラパラってなっちゃったって恥ずかしいもんね、やっぱりちゃんとしなきゃね、はい、信用問題プロだね、はい、なるほどね、やっぱりそういう努力はやっぱりしなきゃいけないってことなんですか、そうですね、うん、皆様のお金をお預かりしてるということをね、うん、強く意識しております、うん、なるほどね、まあこれ100万円じゃなくても、はい、10万円20万円ってやるじゃないですか、はい、でやるのも全て似た同じなんですか、そうですね、もう1枚でも2枚でも同じ、うん、これでもね100万円こう数える時って大体どのくらい時間かかるんですか、時間そうですね、そんなにかからない、かからないですね、かからないですが、でも速さじゃないんですね、要はどれだけ正確に、正確にということで、なるほどなるほど、必ず2回、はい、2回数える、そうなんです、要は表でこう1回数えて、はい、でこう裏返してもう1回数える、要は中にこう重なってるのがあるとかそういうのもありますので、ああそうかそうか、そういったものも一度やるようにしております、うーん、まあ、実際にあれですかね、これ間違えて持ってきちゃったっていうことも中にはありますかね、なるべくそういうことがないようにしておるんですが、やっぱり人間でやることですので、うん、性格を期すように常にみんなに話はしております、うん、ああなるほどね、うん、
でもやっぱりあれですね、次長さんとなるとあれどういう仕事をするんですか。やっぱりみんな指導する、支店長さんから言われてこうやってやるとかってやるんですか。そうですね、どういうあれ、あの一番なんて言われた、用務員に近いような形だと思います何かにつけてその何でもやっちゃう、はい、もう何でもあのやらなきゃいけないですし。なるほどね、はい、まあ結局あれかね、支店長さん次長さんっていうで、あと係長課長さんっていうなるから、そうです ね、でそうしたらやっぱり次長さんっていうと次のステップとすれば何でもやっていかなきゃいけないってことはね。そうですね、うん、まあ駒使いすべてやって、はいはい、もちろんそのつもりでおります。うん、そういうのやらないと今度は支店長になった時に何をやればいいのってなっちゃうといけないんでね。そうですね、うん、そうですか、なるほどね。まあお客さんとのね対応っていうのも大変だと思うんですけど、はい、実際にこうやってあのまあ毎日毎日お金扱ってるじゃないですか、はい、だからその時のそのなんて言ったらいいかな、まあお客さんとこ行って数えて、それで、まあ持ってきて銀行時間内に入れて、それもみんなで数えるんですか、自分一人で数えるんですか。もう基本的に持ってきたものは自分で数えてもいますが、うん、その全て機械へ最後入れて機械が計測するような形になってます。で要は、1日やってきた伝票とその現金が合うかどうかということをきちんと合わせてそれを正確にやっておりますので、滅多なことがない限り。でも私ら言うと今大体あの朝9時から、ね、はい、3時で一応閉めてその後計算してこうやってやるわけじゃないですか。昔と全然変わってないじゃないですか。変わらないですね。であのなんていうの、機械がどんどん入ってるにもかかわらず変わらないっていうのはどういうあれかね、はい、なんかそれだけ人数が減ったりとかってしてるってことですか。そうですね、昔に比べて応援化が進んでおりますので、うんうん、やっぱりこう人数は少数制でやっております、うん、なるほどね。あとはそのいろいろな推進項目ですが取り扱う商品も増えておりますので。あ、そうかそうかそうか、そういったところに時間を当てて。保険も入ったりしてるもんね。保険も今ね、そうですね、うん、再建今だけど一応銀行さんで、まあ、新金さんでやってるっていうと何と何扱ってるんですか。そうですね、ご預金、皆さんがお預けするご預金と、うん、あそれはご預金って言うんだ、ね、預金って言わないで、そうなるほど、ね、まあ、商品だからかね。そうですね、あとはいろんな皆さんの身近には住宅ローンですとか、はいはい、事業をやっていただいている方に対してのその、うん、ご融資に、うん、ご融資と、うん、あとは保険のお取り次ぎですとか、うん、国債のお取り次ぎですとか、そういったことをやらせていただいております。うん、それはみんなあれですかね、勉強しなきゃいけないじゃないですか。新しいと言ったらやっぱり本店行ってこうやって勉強してくる。そうですね、研修の機会は支店単位でもありますし、うん、本店行ってもありますし、外部の試験を受けてというのもありますので。あ、そうなの、はい、大変は大変ですね。お金の間違いはいけないけども進めなきゃもいけないしっていうのでちょっと大変は大変ですね。まあ、実際いろんな営業マン私らも経験してはいるけど、はい、同じだね。そうですね、全く一緒ですし、扱っているものはお金だっていうこと、うん、そういうこと。あと今皆さんに信用してもらえないと、うん、信用金庫ですから商売になりませんのでなるほどなるほど、ですのでミスないようにやっております、うん、なるほどね、はい、わかりました。あとあれですね、もう一回ちょっとあのあれだね、ちょっと数えてもらっていいです、かっこよく、はい、かっこよくちょっともう一回こう手をこういうふうにやってて、そうですね、こういうふうにやってそこへ挟みますよ、それで広げますよ、はい、で数えます、パチ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 、うん、はい、音拾ってますかね。でその音がねこの気持ちいい音なんでね、あのパチっていうのがねいいかなと思って、はい、であのね、ちょ今日皆さんいる時よりマスロテレビの関係者いるんでね、ちょっといろんな話聞きました。で洗濯ね、クリーニングじゃなくてうちでまあね、ワイシャツなんか入れて洗濯しちゃったよ、はい、でそうした時のお札がこうやってぐちゃぐちゃになっちゃったよ、はい、じゃそういう場合はどうすればいいですか。私どもの方でお取り次ぎいたしまして、うん、日本銀行さんの鑑定をですね、うん、するようにいたしております、うん、ですのであのよくバラバラになったからってセロテープでお貼りになってお持ちいただく方もおりますが、うん、なるべくそのままの状態でお持ちいただければ、うん、あの日本銀行の方へあの鑑定としてあげることがしております、うん、だいたいどのくらい日数かかる。日数は一概に、ね、まあ、あの5日から10日見ていただければ。なるほどね、はい、うん、あとね、はい、これからのお札、まあ、テープで貼らないよって今言われて、カードなくしちゃった場合ってどうすればいいですか。キャッシュカードなくなった場合にはまずすぐお電話ください、うん、あの誰か拾ってですねお使いになっちゃうといけないですので、うんうんうん、でお電話いただければあの再発行の手続きまたご来店いただくようになりますが、うん、まず止め、それより前に止めることができます。あ、なるほど、まあ、最初に止めなきゃいけない、はい、ですのであの支店の方にお電話いただいても結構ですし、うんうん、24時間受付もしておりますので。あ、そうですか、はい、あの当金庫の要は上部組織になりますが、うん、必ずそういうところ受け付けているところありますので、うん、
あ、じゃあ24時間体制みたいなのがあって、はい、それは、ね、やっぱり本店の方でやるってことですね。松代支店のお電話いただければ、うん、そのお電話番号アナウンスしておりますので。ああ、そういうことね。わかりました。あとね、暗証番号忘れちゃったって言ったらどうするんですか。暗証番号忘れの時には皆様 の、 あの、うん、ご本人が確認できるような資料ですね、うん、免許証ですとか、うん、そういったものをお持ちいただいて、あとご印鑑をお持ちいただくと、うん、新たに暗証番号を上書きするような形で、うん、だから私の暗証番号何番だろう教えてくれないっていうことはお教えすることはできないんですが、はい、要は新しい番号この番号に変えてくださいっていうのはできます。あ、なるほど。それはすぐ即日できますので、うん、暗証番号忘れの場合にはあの窓口の方へご印鑑とご本人様分かる書類をお持ちいただければやらせていただいております。あ、なるほどね、分かりました。あとあの実際にあの転勤にされて今こちらへ来て何年って言いましたっけ。約1年弱です。8ヶ月になります。8ヶ月、はい、で実際今までいたところとね、松代の、はい、この支店来て、はい、それから松代のお客さん、はい、ね、こうお付き合いしたと、はい、違いって感じました。そうですね、大変アットホームな町なのかなっていうのは感じます。我々、うん、私今まであのビッグハットの横にある支店、南支店という支店から来たんですが、やっぱりこう町の皆さんがおいるねなんて言ってあの窓口を見になってお声掛けいただいたりですとか、そういったことが非常に多くありましたので。あ、そうですか。あ、これはアットホームないいところに来たなっていうのはありました。あ、なるほどね。あとあれですね、山さん、これからの取り組みっていうのはどういうふうにするんですかね、松代支店として。そうですね、松代支店といいますか、うん、信用金庫自体は常に皆様のあの一番身近な立場でね、うん、やっていきたいなと思ってます。ですから今、うん、こうやってお話しいただいたようにお金の相談だけじゃなくてですね、うん、あの皆様のお仕事とお仕事がつなげられるようなビジネスマッチングみたいなものをやったりですとか、うん、あとは本当に お困りごとがあれば、うん、何でも気楽にお声掛けいただいて相談できる、そんなあの親近でありたいなというふうに思っております。じゃあ声言って、はい、え、小井さんに言って、次長さんお願いって言ったら、はい、はいはいっていう感じで、ね、もう何でもできればいいねっていう感じで、ね、はい、やらせていただきたいと思っております。わかりました。じゃあ最後にもう一回、はい、このマイクの近くでパリパリパリちょっとお願いしますね。皆さん静かにね、ちょっと、はい、じゃあやらせていただきます。大変恐縮ですが、はい、ありがとうございました。今日はもうお忙しい中、ありがとうございました。ありがとうございました。また見てねー。